赤、青、黄、白のカラー粘土を使ってカラフルな作品を作りましょう。でも、いつの間にか濁った粘土の塊になってしまっていたことはありませんか？どうしてこうなったのか逆再生してみましょう。いろいろな色が混じっているようです。どんどん色粘土を足しているうちに色が濁ってしまったようです。はじめの鮮やかな色を最後まで生かすには工夫が必要です。そこでこんな工夫を考えてみました。赤、青、黄の粘土を袋ごと半分に切ります。半分はそのまま置いておきます。残りの半分をさらに半分に切ります。青と黄、黄と赤、赤と青をセットにします。セットにした2色を混ぜ合わせます。慣れないとなかなか混ざりません。中へ中へ押し込むようにして混ぜます。こうすることで色の組み合わせでできる色が違うことがわかります。はじめの4色に加えて紫色、朱色、緑色ができました。白を加え、この7色でカラフルな作品を作りましょう。1、7色の中から選んでそのまま使いましょう。これは花が白で葉っぱが緑ですね。2、違う色を作るときは2色を少しずつ混ぜましょう。カエルは黄色に緑を少し混ぜています。背景は青と白が混じった模様を波のように使っています。3、茶色や黒っぽい色を作りたいときは紫と黄、朱色と青、緑に赤を少しずつ混ぜてください。4、全体の色のバランスを考えながらパーツを立体的に貼り付けていきましょう。ペットボトルを使うと透明感のある作品になります。クリップを押し込んで紐を通せばストラップができます。作品を作った後の残りの粘土も色鮮やかなので、小物作りも楽しめます。色鮮やかな粘土で自分だけの作品作りをお楽しみください。